こんにちは、ゆりです。やすです。今日は皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。イエーイ。まあ、最近ね、2週間近く大雨が降り続いて、はい、本当ですよ、もう、はい。まあ、乗る動画がなかなか撮れないというわけで、ですね、こういった企画をね、今回やってみよう、はい、久しぶりですね。質問をインスタとツイッターとあと YouTube の投稿の方でね、募集しました。じゃあ早速いきますか。いきましょう、はい。読みますよ。お馬さんでよくつけられる名前はありますか。マロンちゃん3頭ほど聞いたことがあります。僕の、まあ、持論なんですけど、うん、多分マロンっていう馬は、うん、各都道府県に5頭ぐらいいると思う。5頭ぐらいいる。私さ、あのマロン単体はもうこのマロンしか知らんけど、はい、あのマロンなんちゃらっていうのはあったことあるよ。なるほど。だからマロンなんちゃらも含めるとかなりの数はいるかもしれません。それで言うと私ダンディー多い気がする。私あの昔行ってた乗馬クラブはダンディーとなんちゃらダンディーっていうのがいて、でそのなんちゃらダンディーの方が突然あのややこしいから改名になった。あと他にモカシリーズは結構いる。モカなんちゃら、ああまあ、僕大学の時に乗ってた馬モカスコッチっていう。他のとこでもモカって呼ばれてる馬を見たりとか、あったことがあるから、モカホニャホニャみたいなのとかは多いんじゃないかなって思う。私はね、ミルキーかなと思うんですよ。ホニーでミルキーいない。お菓子の名前は多い気がする。あ、なるほどね。うん、食べ物の名前つけがち。はい、はい、こんにちは。いつも動画楽しく拝見しています。過去の競馬の馬で会ってみたいと思う気になる馬はいますか。ちなみに私はライスシャワーとマルゼンスキーとミホノブルボンです。はいです。はい、これじゃあ過去のっていうのとこの今挙げた3頭でいうと、もう亡くなった馬ってことでいいのかな。僕はね、サンデーサイレンスですね。はい、日本のその競馬の歴史を大きく変えたという意味で言うと、その偉大な大種牡馬であるサンデーサイレンスっていうのはどんな馬だったのかっていうのは気になるかなっていうところですね。私はデインヒル。はい、デインヒル渋いですね。そのデインヒルの現役時代の活躍とか私全然知らないんですけど、あのデインヒル血統の馬がすごく好きっていう、それはデインヒルだから好きなんじゃなくて、自分の好きな馬、うん、馬の血統を調べた。そう、調べたらデインヒルだったの。こうお尻がね、プリッとしてるんですよ。馬体が全体的にこうムチプリみたいな感じの馬体で、血統の馬が好きなんだったら絶対親も好きじゃんみたいな、そういう感じね。確認したよ。そうそうそう。馬によって駆け足が出しやすかったり出せなかったりするんですが、インストラクターさん曰く拳がちょっと強いかなと言われました。ビジターだったので深く聞けなかったのですが、手綱の引きすぎってことでしょうか。すごい簡単には多分そうだと思うんですけど、そうですね、難しいなって思うのは、自分が力使ってなくても馬に強く効いちゃってる時ってあるじゃないですか。多分乗ってる人間としてはそんな強く使った気はないと思うんですけど、多分馬のリアクションとか見てインストラクターさんはね、効果が強く馬に影響しちゃってるなみたいな、そういうのを見て取ったんじゃないかなっていうふうに思うかなっていう気がします。はい、ビジターだってことなんで、まあ、乗馬クラブとか馬によってもかなりその馬に合うコンタクト違うじゃないですか。うん、まあなんか初めての馬でっていうのは難しいですよね。そうですね。私たちも難しいと感じます。こんにちは。いつも動画楽しみに見ています。ありがとうございます。乗馬のためにしている筋トレはありますか？乗っている時にどこに力を入れておけばいいか分からなくなります。一番意識しておく場所とかコツがあれば教えてください。こんにちはですね。じゃあまず最初の乗馬のためにしている筋トレはありますかということで。乗馬に効果があるなって自分で思うのは、腹筋、背筋と、あと後背筋。ここですね。ここ。後背筋を鍛えるのはローイングっていうマシンなんですけど、うん、マシンだけじゃなくてもいいんですけど。ローイングも調べていただくと分かるんですけど、いろんな種類あるので、同じ筋肉なんだけど同じメニューに偏らないようにっていうのは大事でした。そうなると楽しいですよ。私はもうちょっと最近サボっちゃってるんですけど、ジョギングはね、やっぱ短時間でも効果あるなと思います。結構腹筋に来るんですよね、走ると。短い距離をある程度のスピードで走る、全然違いますね。やっぱり乗ってる時の、例えば駆け足を計測するとき、脚の合図とかも疲れてくると多分だんだんできなくなってくると思うんですよね。体幹との安定と呼吸にジョギングは結構効果があるんじゃないかなというふうに思います。
乗ってる時にどこに力を入れておけばいいか分からなくなります。一番意識しておく場所とかコツがあれば教えてください。これは僕はこの腰、背中の一番下、うん、腰と背骨 の, この切り替わりのところっていうのかな、うん、なんですけど、これは僕が取り入れてる4スタンスイオン4パターンに分かれると思うので、うん、僕と同じ場所の人もいればそうじゃない人もいると思うので、はい、詳しくは4スタンス理論の生放送の回があるので、はい、そちらをご覧いただいた方がいいと思います。私どうだろう、力を入れないように乗っているっていうのが一つあるんだけど、これは答えにならない。力を抜いて乗りましょうって言っても、うん、こうやって乗ってるわけじゃないじゃん。そうだ、ね、だからどこかに力が入ってどっかに力が抜けてるはずではあるんですよ。意図的に力を入れてるわけではないんだけど、力が、それは僕も意図的に力は入れてる。そう、でも結果的にちょっと入ってるのかもしれないぐらい。結果的にすごい力入ってるなって思うのは腹筋。あ、そうですね、うん、低反動してる時とかって姿勢が乱れてくるのは腹筋が疲れてくることによっての低反動みたいな。長時間低反動とかやってると、うん、腹筋が疲れてくるんで、疲れてくる疲れてくる、ということはそこが一番使ってたのかなっていうふうな話になります。だから意識してるわけじゃないけど絶対に腹筋使ってるみたいな。腹筋とか背筋とかですね。そうだね、うん、この背骨の下半分ですよね。そうそうそう。馬に対して無言の圧力のかけ方があれば教えてください。面白いこと言います、ね、馬ってさ、人の笑った顔と怒った顔を判別できるって、あ、北海道大学から研究でありました。まあ、ちゃんと目を見て怒った顔をするっていうだけでもある程度馬は圧力を感じているような気はします。あ、それは多少あると思いますね、うん、あと今 その目を見てって言ったんですけど、やっぱ目を見るのはビビらせるビビらせることになると思う。そうですね。それがうまく使える時もあれば、うん、あ、目見ない方が良かったなっていう時ビビっちゃってね、馬が。ああ、ちょっと強すぎちゃって。そうそうそう、あるので、あとは体の向きとか、馬に体の正面正対するのってプレッシャーかかるんで、それは無言な圧力になるし、うん、逆に言えば自分が意図しなくても正対することで圧力をかけてしまってる、はいはい、っていうので体の向きを横にするとかね、そうそう、そういう風に調節したりするんですけど、無言の圧力か。でも確かにあるよね。まあ、あるとは思います。前かきした時さ、振り返ったらやめてさ、でまた後ろ向いたらやるみたいなことあるじゃない。見てなくても、おいって言うとやめるじゃない。ああ、そうね。その人の気配をどれだけ馬が感じてくれてるかって。あ、人間同士でもあるじゃない。無言の圧力出す。ああ、そうね。そればっかがいいわけじゃないけどさ。それと同じだと思う。あ、そうね。機嫌悪い感じを出す。しかしなんかマナーは良くない、ね。やだー。やなやつだね。ダンちゃんとマロンちゃんが一瞬で見分ける方法を教えてください。顔で言うと流星があるのがダンちゃん。そうだね。マロンちゃん、まあ星しかない。ちっちゃい星。あと、まあ細かいところで言えば、色がちょっと違う、ね。そうだね。ダンちゃんは黒影で、マロンちゃんは影なんで。はい。マロンちゃんの方がちょっと明るい色してます、ね。そうですね。あと靴下履いてたりしますね、マロちゃんは。あ、マロちゃんは後ろ2本が白なんですけど、サン、はい、ちゃんは全部黒です。はい、僕らからすれば全然違う顔。そうなんだよね、シルエットでわかるもんね。顔のなんかパーツだけでもなんかわかるね。だいぶ頭蓋骨の形も違うし、あと大きさの違いなんかまあ近くで接してるからね、わかるから。マロちゃんの方がね、顔の形がね丸いんですよ。そうですか。横に広いっていうの、横にも広いし、で、ダンちゃんの方がゴツゴツしてるんですね、うん、骨格が。確かに、骨が出てる感じ。そう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 、尖ってるような骨格してるから、そういうとこで、はい、はい、分かるかな。障害比率の姿勢が分かりません。ツーポイントの動画をね、出しましたね。やってますね、うん、ツーポイントの中で障害比率の姿勢に関しても言ってるので、まあ、そちらをご覧いただけるといいんじゃないかな、ね、はい、はい、と思いますけども、どうやって飛んでます。こうこう、何何ですか。こう、それで結構しつこくで手を前に振り返ったり、出しすぎちゃうときあるんですけど、結構前に出します。乗っている時に馬があまり自分に集中してくれません。どうしたら集中してくれますか。ちょうど先日上げたばかりの引き馬の動画の中でも言ってるんですけど、はい、運動の変化を多くしていく頻度を上げていくことで、やっぱ集中力は人間の方に向いてきますし、移行、運動の変化の運動と運動の間の時間っていうのかな、はい、を短くしていく。例えば波足停止、波足だったら停止の時間をすごく短くしたりとか、そういうのもやってったりするといいと思うし、早足、波足、早足とかも波足の時間をすごく短くやってみたりとか、そういう時間調整とかも大事だと思います。
ういうところである程度反応の鋭さとかみたいなものはコントロールできるかなっていうのは思いますね。まあ、何せよ運動の移行を多く、ずっと早足するとかずっと波足するとかじゃなくて、波足したと思ったら早足して、早足したと思ったら波足してみたいな、そういう変化を多く取り入れることで馬が人間の方に意識が向いてくる。ずっと変化なかったね、それは何も指示出てないわけですから、どっか向いちゃう。私はいろんな合図を使うことかな。足の合図はもちろん、ムチも持ってるならムチも使えるし、声も使える。声の合図はね、私結構馬の一番最初の集中力の取っかかりには非常に大事だなと思ってて、デッコをこう使いながら脚を使うとか、脚を使った後にムチを使うとか、こういろんな合図をこう組み合わせて使うっていうのもまた一つテクニックかなっていうふうには思います。で、最初のうちだけそれやってだんだんきっとやらなくてよくなってくるので、まあ、集中しちゃえばね、どんどん少ない合図でいけちゃうと思う、うん、五感の中でも味覚と嗅覚以外は乗ることに使えると思うんで。はい、そうですね。また触覚であるとか視覚、うん、聴覚の部分っていうのは働きかけられると思う。他にも馬を飼う予定がありますか？これはですね、一口サポーター制度が多くの方にですね、はい、幸せなことに、ありがたいことに支援していただきまして、はい、どうやらそのめどがつきそうだというふうに思っております、はい。まあ、ちょっと今軽く動き始めたところなんです、まあ、今年年末ぐらいまでにはですね、はい、雪が降る前までにはどうにかしたいなというふうに、そうですね、思っています、まあ、馬との出会いもね、また、まあ、一期一会というか、そうなんです。これはね、こればっかりはね、本当運というか、うん、巡り合わせというか、うん、いくら欲しいという気持ちだけあっても縁がないとっていうのがあるので、そうですね、今出会いを待っている状態でございます。そうです、ね、駆け足をする際にお尻が跳ねないコツを教えてください。馬がね、弾んで走ってるんで、うん、どうやったってほっといたら弾む動きが出るわけですよ。そうですね。で、この馬が弾んでしまうのも、人間はこう腰のこうスイングさせるこの前後動によって相殺していくというふうになってきます、はい。ただこの前後動どれぐらいやったらいいかっていうのは、上下動の分だけ、上下動が大きければ必要、大きく必要になると。で、上下動が少なければ少なくて済むと、うん。で、いくらこの前後にこう体をスイングする動きができたとしても、やっぱこれをね、めちゃくちゃでかくやるっていうのはすっごくしんどいことだし難しい。なので上下動をできるだけ減らすっていうのも必要だと思います。で、上下動を減らすポイントは、正反動、早足と同じで、あぶみを踏む加減ですね、はい。これが、あぶみを踏む加減が強ければ強いほどやっぱり上下動は大きくなるので、はい、で減らしていくと上下動は減っていくので、前後にスイングする動作も最小限で済むようになってくると、はい、いう感じですから、跳ねないようにするためにはこの前後動と弾みの踏み加減のこの2点ですねをチェックできるといいのかな。裏掘りの後に白い粉を振っているのは何のためですか？私はね、これ覚えてない、わかんないんです。みんながみんなやってるわけじゃない、はい、処置方法なんで。そうですね、その白い粉振ってる人に聞いてください。そうですね。馬の手入れの仕方、裏掘り以外は知らず、必要な理由と合わせて教えてもらえると嬉しいです。馬の体を洗う理由ってこと？手入れの仕方なので、まあ動画見てもらうのがいいかな。馬の手入れに関してはね、うん、大ヒット動画、大ヒット動画自分で言うのもあるゆりさんが馬をシャンプーする動画が、ああ、シャンプーする動画ね、昔のやつちょっと恥ずかしいじゃん。最近ね、あのグルーミングするよっていう動画もあるので、あ、ぜひそちらも手入れなので見ていただけるといいかなっていうふうに思います。馬は結構動物の中では珍しく汗をかく生き物なんですよね。汗かく動物なんだけど、体に毛も生えてるんですよ。なんだよって感じなんだよ。それが変な生き物ですよね、うん、汗かくならせめて毛生えてない方がいいだろう。そうじゃん、汗かくくせに毛生えてるんで、うん、その毛の間に汗とかの土ぼこりとかの汚れが残りやすいんですよね。で、おまけに皮膚弱いんですよ。なので、まあ、こまめに体に汚れがたまらないように体を洗わなきゃいけないと。洗ったりブラシかけたり、はい、そうそう、そういう必要は出てきますね、はい。雨で馬の爪が土で汚れます。その時手入れはどうすればいいですか？洗いましょう。水でジャーッとね、洗っちゃってくる。水をどうなんだろう、あまり使わないでっていうところもあるのかもしれないけど、なんかの治療中の馬はそれは水分をコントロールする場合もあるかもしれない。そうですね。河川でできたブラシあるじゃないですか、固めの、うんうん、チクチク、ちょっとチクチク系の、うんうん、あれで僕爪磨くの結構好き。あれであらかじめこうちょっと泥を取っておくとちょっと楽かもしれないですね、洗う場合にも。ブラシもね、硬いブラシと柔らかいブラシとあると便利ですよね。駆け足時の手の位置とバタバタに苦戦しています。拳の制定動画も見ましたがうまくいきません。これは拳の制定動画の
出来が悪いですねすいませんねいやあれもね難しいですよ。そうですね、さっきあのお尻が弾んでしまう話したじゃないですか、うん、あれにも似てるんですけど、うん、まあ、手がバタバタっていうのは多分上下してると思うんですよ。そう、こういう感じなのかな。前後させると止まります。逆にね、はい、手をじっとさせるってよく表現としてはあるじゃないですか、はい、でも本当に手の位置をじっとさせたら、うん、じっとしないんですよ、暴れるんですね。そうですね、だから馬の動きに合わせて動いていかないと手はじっとしないっていうのがポイントですね。手の位置も馬を基準に手の位置を見たら動いてないんですけど、うん、人間がこういう動きをしてるじゃないですか、うん、だから自分の体に対して手は動いてるんですよ。そうですね、だからどっちを基準に見るかで、うん、馬と手の関係なのか手と自分の体の関係なのかでじっとしてるかしてないかっていうのは表現方法が変わってくるんですよ。手が自分が思ってない方に動いてしまうっていうことだと思うんですね。手がバタバタするって、うん、手で体のバランスを取っているっていう可能性もあると思うんですよ、手の上下でね、はい、なので、まあ、例えば軽早足とか正反動とかしながら片手でこう手綱を持って手をどれだけ自由に動かせるかとか、こう自分の手の自由度っていうのを一度試してみるのもいいんじゃないかなっていうふうには思います。運動体操ですね。はい、私は高校馬術部に入っています、はい、その前にも5年ほど乗馬クラブで乗っていたのですが、内方に体が傾いてしまう、かっこ内方のあばらが潰れていると指摘されます。こういうこと、癖ついているようで何度言われてもそうなってしまいます。姿勢の傾きを直すために意識した方がいいことはありますか。ひょっとしたら、まあ、何度言われてもってことはお尻のね位置そのものが内側にずれてる可能性もあるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。私もそう思います。なので、まあ、これもまた馬上体操なんですけど、うん、お尻の位置をこう左にずらしたり右にずらしたり真ん中に戻したりっていう、真ん中だけやっててもね真ん中をキープする能力ってなかなか身につかないんですよ、はい、右にずらして真ん中戻ってくる、左にずらして真ん中戻ってくるって、右も左もやったことがあるから真ん中がわかるみたいなね、そういうところあるので、結構思い切り極端にねやってみてください。ぜひ、うん、まあ、クワンクシクは、うん、あの手前合わせ方、ああ、駆け足の手前の合わせ方の動画でね、それと関連したことが紹介しているので、はい、そちらをご覧いただければいいかと思います。はい、はい、雨の日に馬に乗った時タオルで拭いてもなかなか乾きません、どうしたらいいでしょうか。これはねしょうがないってしょうがないんだよねこの乗馬クラブのスタッフだったらできることと、うん、お客さんができることの限界があるじゃないですか。そうだね、でお客さんができることの限界で言うならタオルをめちゃくちゃ準備するしかないです。家からもう乾いたタオルをいっぱい持ってくるってことしかできないとは思います。乗馬クラブ側ができることとしてはジェットヒーターを用意する、馬房の風通しを良くするとか、なんかそういうことになります、はい、裏掘りする時の手の持ち方、前から後ろからあまり考えながらやったことなかったんですが、どうも私は人と違うみたいということに最近気づきました。危なくない方法、楽な方法を教えてください。まあ、これに関しては実際にちょっとやった動画がありますので、はい、どうぞどうぞ。足はどの辺持ってますか。これつなぎのあたりですかね。はい、で掴むんじゃなくて乗せとくだけ、はい、虫払ったりとか下ろしたいってなった時はもうすぐにパッて離せるように。こうですね、僕は。あ、私ちょっと違うんでやってみていいですか。どうぞ。ここでこう外側からひずめ持ってます、私いつも、はいはい、私はこれがいいよって教えられたんでこうしてます。そういう形で人それぞれじゃないですか。そうですね。というわけでご覧いただきましたけれどもね、はい、これをやれば安全ってことはないです。馬に近いのでそんだけの危険は必ずあるので。馬はどうして指導員と乗馬初心者を一瞬で見分けるのですか。馬走、引き馬、発進など細やかなテクニック以前に何かが違うと思われます。個人の顔を覚えているのかな。個人の顔を覚えているのはあると思います。この人は叱る人間かどうかっていうのはやっぱり覚えてると思うし、でも初対面でもある程度感じ取るものでもあると思うんです。はい、さっきさちょっと言ったじゃん、無言の圧力ね。無言の圧力、そう、あれ似てますね、内容ね、うん、結局人間でもさ、初対面の人でもさ、この人怖いから近づかんとことかあるじゃないですか。あれと同じだと思います。だよね。テクニック以前にっていうのも、私結局は全部テクニックの積み重ねだと思うんですよね。まあ、にじみ出るようになっちゃうんだ。さっきの無言の圧力が、テクニックの積み重ねで出るようになっちゃう。そう、そういうことだと思う。それはあると思う。だって、こう目を見て体の向きを考えてっていうのも、そんなこと考えながら出たら間に合わないもんね。だから、まあ、結局そういう風にこう習ったりとか周りの人がやってるのを見たりして実際に自分が経験してね、で覚えていく立ち回りだと思うんですよね。そうだ、今となってはもう勝手にやってたりするんですか。だから、まあテクニック以前っていうよりはテクニックを積み重ねてった先にあると私は思います。
怖い先輩とちょろい先輩っているじゃないですか。なんか最初から見分けられるじゃないですか。私思い出した、オーストラリア働いてた時に女性にしか近寄ってこない馬がいたなと思って。いました、ストーブで。あとラーキーもそういうとこあったけど、そうだね、そう緊張しちゃうんだよね、その威圧感の空気を感じると。首こうやっちゃってね、そう別に何するでもないのに無口持ってスーっていこうとするともう硬直しちゃってね、うん、男性スタッフの中で編み出した男性怖がる馬の対処方法が足元のキノコ拾いに行く感じっていうこう馬取り放牧師のマイクじゃん、その馬がいるじゃん、足元見るじゃん、キノコあるやんお前は目見せない、見ないことだね、やっぱ目見ない。あ、なるほどね、目見ない威圧したくなかったら目見ないし、そう目見ないこと、うん、あとね、ぐるーっと回りながら近づいた、ダイレクトに近づくんじゃなくて、ね、直線的にこう近づくんじゃなくて、はいはいはい、すごいこう回り道、そう、うん、それで捕まえてたって思いがあります。手入れをするときに蹴られるのが怖くて近づけないことがあります。特に後ろ足の手入れでさっと終わらせられる方法があれば教えてほしいです。ないです、はいこれはでもね、その後ろ足が怖いのはね、その気持ちは忘れない方がいいと思います。まあ私たちもその蹴られるかもしれないっていうのは頭の片隅に置きながら常に馬の周りで動いてるので、そういうのがあるかもしれないっていう前提で立ち回りをしているので、やっぱり、うん、まあ、蹴る時って予備動作が必ずあるので、その予備動作の段階で馬から離れられるような接し方、体の向きとか元々のその馬と壁のスペースを広めに、うん、作ってからやるとかね、うん、逃げ道を確保してから足を触りに行くとか、うん、そういう風にしてますから、後ろ足に恐怖を感じるのは正常だし、どっちかというと恐怖心が全くない人の方がどこかで近づきすぎたり、うん、距離の取り方を間違えて蹴られたりっていう風なことが出てくるので、うん、足の手入れでさっと終わらせるっていうのも道具の使い分けで、できるだけこう短時間で質の高い手入れっていうのは可能になったりするので、うん、そういうのはありと思うんですよね。だけど危険がなくなるわけじゃないから、 あと私はもうここはね、遠慮なくスタッフを呼んだ方がいいって。もしスタッフが前に立ってるだけで、馬がその無言の圧力でね馬がじっとしてくれるならそういう風に立っててくださいっていう風にお願いしてもいいと思うんですよね。その辺は乗馬クラブ次第かな。そうだね、難しいね。難しいね、うん、忙しかったりしますからね。そうだな、そう、まあ、あんまりなんだろうな、危ない目にあってほしくない。この2週間のうちとは忙しさが違いますからね、はい、動画編集しかしてない。乗馬をしていてもっと早くに知りたかったこと、まあ、私ちょっとこれ聞いて考えたんですけど、キュロットの上から靴下をもっと早くかぶせてればよかったどうしてた普通のズボンみたいに下に靴下を履いて上からズボンかぶせてた。長い靴下で短い靴下履いてたとか、キュロットを履いて上からハイソックスをかぶせるっていうのはもうちょっと早い段階でやっててもよかったなっていうのを気づいた。あとさ、超過とかを履くようになって、その方がこうチャックがスムーズに閉まるな。そうですね、うん、それはそう、そういうところかな。僕は白車のベルトは革がいい確かに、まあ私もまあちょっと持っとか、だから最初さセットになってたじゃないですか、うん、ベルトが慣れつけてるんですけど、白車革ベルトって別売りじゃないですか、うん、買うほどのもんでもないだろ、うん、思ってた。一回使ったらめちゃくちゃ使いやすくて、うん、もうそれ以来革以外つけれなくなりました、ね、あのベルトはね、白車革ベルトはもっと早くに出会っておけばよかったですね。落馬から駆け足の怖さが克服できません、心身のコントロールをどうすればいいですか。怖くない馬に乗る、まあ、そういう馬がいればなんですけど、まあ、この子だったら安心かなみたいな子にできるだけ乗るようにするっていうのと、駆け足の時なんですよね。そうね、うん、だから駆け足はしばらく駆け足やらないのが、そうだね、あの質問者さんの気持ちにもよるとは思うけど、ここはまあのんびり行こうやというところかなと思います。そうですね、まあそれこそだって楽しむためにやってるのならば、うん、やりすぎて楽しめなくなることもね、うん、あるかもしれないので、だから楽しめる範囲内っていうのを大切にしておくっていうのも大事なんじゃないかなと思います。そうですね、練習メニューで言えばやっぱりね、自分のレベルに合った練習っていうのが一番効果を発揮するので、はい、入手レベルが高いものを焦ってやっても自分のために何らならないので、うん、むしろかえって悪影響を与えてしまうってこともあるかもしれないので、自分に対してとって練習レベルが高すぎるよりも低すぎる方がどちらかといえばいいので、
そうですね、筋トレと同じですよ、うん、重量は重すぎるより軽すぎた方がいい。そうそうそう、でそれはまた積み重ねていくことでまた最終的にね元の場所に戻ってこれるというか、むしろ元の場所どころかむしろステップアップできるんじゃないですか、うん、練習内容が自分に合っていれば、うんうん、だから時にはね周り同時期に始めた人とかと比べて焦ることもあるかもしれないですけど、うん、大事なのはやっぱり自分を見ることなので、うん、他人を見るんじゃなくて自分を見つめることだと思う。あと怖いということをインストラクターに私伝えることってすごく大事だと思うんですよ。そうですね、 それは確かにすごく大事だと思います、うん、でインストラクターさんってやっぱりこう乗ってる人のこう技術の向上を応援したいから、そう結構ね、そう僕も特に20代はそうなんですけど、だんだんね、イケイケどんどんなっていくんですよ。そう、その乗ってる人もそうなんですけど乗ってる人とインストラクターで、うん、なんかねよし、次みたいな、みたいな感じになっちゃうんですよ。そうね、あの精神的にね、そう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 、パーリー状態になっちゃうんですよ、うん、でそうなるとね、知らず知らずのうちにね、ちょっと危険な方にね、突っ込んでることがあるので、はい、ちょっと一旦間を取るというか、はい、あ、だからレッスンの最初とかに、ちょっと不安なんですって一言言うだけでも、そうですね、気にかけてくれるようになると思いますので、コミュニケーション、そうですね、大事だと思います。はい、というわけでね、多くの質問、はい、はい、お寄せいただきありがとうございました。ありがとうございました。なんか定期的にやっぱこういうのあるといいなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、またやりましょう。やりましょう、はい、なんかいいですね、こうやってこうのんびりと。皆さんね、結構お悩みある方が多いというか、ちょっとこう真面目な空気にね、そうなりすぎちゃうのもね、そうライトのやつが来ても面白いかなと思ったんですけど、質問を募集した媒体ごとにちょっと傾向があるな。ツイッターが一番ライトになりやすいですね。そうですね、はい、またやるときは告知出しますので、ぜひぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が面白かった、また質問コーナーやってねと思ったらね、ぜひいいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。